こんにちは,こんにちは劇作家の重信のですエース科の土井ですよろしくお願いしますお願いします。はい演技を褒めて褒めて褒めまくるということでアンチヒロー第8話いきたいと思いますよろしくお願いしますお願いしますはいもうラストに向けてなんかいろいろなこうことがこう着々と準備が整っていくっていうんですかねそしてまあ仇役と言いますか の方も、なんかね、着々と力を蓄えてましたね。えー、準備ができ始めましたね。<laughs> そうです、ね。うん。<laughs> いやまあ後で触れましたけど、最後のシーンなんかも最高でしたけどね。そうだね。はい。まさにこう、お互いに宣戦布告するというか。そうだね。よかったね。ねえ、っていうところでしたね。えー、いいところでしたね。はい。まあ行きましょうか。はい。えー、1分、赤嶺さんが、 えー、檜山さんにこう洋服、まあはい、証拠のというかあの洋服を突きつけていくところっていうのは強い行動のある、まあ、背景の響くインゲンでしたね。うんで、まあ、その裏でね、えー、4分のところですかね、秋泉さんがえー、さんに会って謝るところっていうのも、はい、本当にこう背景が響く、むなんかむ無念だね。うん がわかるいいい演技だったたと思いました、ね、いやそうですね、うん。多分これなんでしょうね。その秋澄さんが絶対に成し遂げたいことというか、うんね、このアンチヒーローの中で、彼がやろうとしてる目的というか、そうだね。っていうところなんでしょうね。うん、なんていうんでしょう。まあ、かつての自分の、まあ、ミスというか、過ちというか、うん、をなんとしてでもまあ取り返したいというか、うん、っていうところなんでしょうね。はい。 はい、で次が13分ですね。はいえー、秋澄さんと檜山さんとのこう面会のところ。うん。こうやっぱね、まくしてるような相手にねじ込んでいくいい交流になってましたね。うん。ああ、よかったと思いました。いい演技でしたね。いや、そうですね。うん、<laughs> 本当にね、殺してないんですかっていうね。もう、<laughs> ね、本当にその一線を引いたところというか、うん、それにイエスと答えるかノーと答えるかで本当に全く違う先が待ってるというかうん、うん、本当にもう決断ですよね決断迫るというかそうだねっていうところですね、うん、いやまあ重いというか怖いところにもありますねそうだね非常に怖すですね <laughs> そうですよね、うん すですよねえ、うん、そ,うそうなんですよねでもそうなんですよ清水さんの件とか、まあ、冤罪うんいうのもでもそうですねある多分ところでこう認める認めないみたいなところを選んで、うん、まあそうなってしまったというかそうだね,ねっていうところを考えるとやっぱすごい怖い部分でもやっぱありますねうん、うん はい、はいえー、次が23分ですね。はいえー、秋澄さんとさやさんとのこう事務所での話し合いのところ。うん、うなんかね、こうなってくるとこう、う一言一言とか、すごい爆弾のように重いですね。爆弾やり合ってますね。でも、非常に綺麗な交流になってましたね。危険度が本当に高い、追い詰められている。 うん、でその後のね、面会するんですよね。はい。ねえ、それもね、あのー、お父さん会った瞬間に体に響き渡る綺麗な声になってましたね。いや、死んだ瞬間、グフってきてましたからね。いや、素晴らしいですね。あ素晴らしいよね。よかったと思うな。ねえ。うん、いや、まあ、もちろんお芝居なんですけど、でもなんかその、何年もずっと会っていなかった。 うん、娘、最愛の娘との再会、最愛のお父さんとの再会っていうところですよね。いやー、よかったよね。ねえ、やっぱ重いし、一個一個がすごくやっぱ重いっすよね。うん。うーんいや。いや、いやだよ。ねただ会ってないだけじゃなくて、ね、その冤罪でっていうところもやっぱ重いっすよね。 お父さんがね、ねもしかしたら殺人犯かもしれないとかっていうね、うん、多感な時期にそれに、ね、思いかけず直面してしまうっていう、そうだね、とてつもない運命を背負った2人っていうところですよね。はい。マジねはい、で、次が34分。はい、えー。秋純さんと江越さんとのホテルでのこう交渉のところですよね。 はい。まあ、ここ相手にねじ込むいい交流になっていましたが、逆転されるっていう面白い行動でしたね。いやー、そうですね<笑><笑>や。やっぱり一筋縄ではいかないというか。うん、そうでしたね。敵もまた。<laughs> 強いな、ね。強いですね。強いね。はい、うんはいで。ラストが40分。はい。 出ましたよここです。ここです。問題のシーンですよ。愛美、はい、さんと伊達原さんの事務所でのところ、まあ、その闇っていうか、宣戦布告というかあ、勝利宣言というかね。いや、そうですね。もう強い行動でもお人生を終わらせるというかね、相手のね。でもそうですね。生命をね、その職業生命を終わらせる。 っていう意図が非常に強い中で行われるいい演技でしたね。うん、さあ、こっからどう逆転というかね、うん、なっていくのかっていうのは楽しみなところだね。いや、そうですね。まあ、超、超、超大ピンチですよね。秋泉さんにとってそうだね。うん。伊達原さんにとってはもう本当に勝利宣言というか。 そうだね、もう、あのー、証拠がなくなったっていうかね、だからもう言われる何も,が何もないっていうね。<laughs> そうですよね。うん、そう、そうなんですよね。そう。もう、本当に、<laughs> お前たちはもう終わりだと。<laughs> 私の勝ちだっていうことね。<laughs> うん、<laughs> うん <laughs> うん、<laughs> っていうことだよね。<laughs> 宣言しに来たっていうね。うん、ところですもう、でも最高ですよね。 竹原さんはん花を持ってき、<laughs> それを押し付け、<laughs> 秋純さんは机に足を乗っけて、乗っけて、ねえ、ええ、最高のバチバチですよね。間違いないね。<laughs> もうね、お互いまあ意地と意地というか、本当にこう目的がぶつかり合ってっていうところですよね。 いや、ということなんだね,ね。お互いに絶対ぶつかり、あの、譲れないところがぶつかり合っているっていう、うんまあ、まさしくドラマっていう。うん、ね、劇、葛藤。<laughs> いや<ー>、ね、そういうことだよね。どちらかの目的が達せられれば、どちらかの目的が達せられないっていう。そういうことだよね。ね、っていうぶつかり合いっすよね。うん、いや、いいところでしたね。 いやーこれ面白いよ。面白いですね。面白いよあすま。まあ、本当にザ・ドラマっていう感じですね。うん、いいっすね。いいよ。いいよ。ここ面白い、ね。盛り上がってきましたね。これね。いやがってきたね。<laughs> だいぶハッスルして盛り上がってきたね。<laughs> ねいいっすね。まあ、もう8話ですからね。 そうですね、はい、だからね,ね。もう9、10とかでしょう。うんうん、<laughs> いや、今のところもう逆転の手はないように見えますけどね。そうなんだよね。ねえ、秋澄さんたちにとってそ。そっからどうなってくるのかね。ねえ、どうなんでしょうね。なんかこう、でも、だってあなんたさんがみ川りたさんの前でこう証拠を消してたみたいなところが、うん、なんかね、鍵を握って。 てるんでしょうかね、うん、こうなってくるともうねどうなんでしょう本当の正義とはみたいなね、うん、ところにやっぱちょっとたどり着いてくるところなんでしょうかね、うん、ヒーローとアンチヒーローとっていうねいやうまくいくといいけどねいやどうでしょうね,、うん、ねいやどんな方法で こっから一発逆転するのかどうなのかっていうね。ね。うーん、どうですかね。一発逆転、る <laughs> あるかな。ねえ、今のところね、道はすべて閉ざされたように見えてますけど。見えてるなー。うん。いや、だやっぱ鍵は緑川さんじゃないですか、こうなってくると。そうだね。ねえ。 ような気はしますけどね、どうなるんでしょうね、いやちょっと楽しみですね。えー、はい、まあそんなアンチーロ第8話のちょっとベストシーンを上げていきましょうか。はい、いやこ、今日はまあちょっと悩んだところはあるんですけど、はいえー、やっぱ23分かな、交流って意味では23分かな、秋澄さんとさやさんとの事務所での話し合いから、はいえー、面会のところですよね。うーん まあこれは本当に秋純さん、さえさん、あのー、本当にデリケートな、繊細な、一言一言が爆弾になっちゃう、なんか違う、なんかうまくいかないと爆発するようなね、あ、うんたが悪いんだってなっちゃうような中で行われていますからね、いい演技でしたね。うん、その後の面会のところっていうのも非常に綺麗な演技になっていましたね。よかったと思いましたね。そうですね。本当にまあ、あのどっちに触れてもおかしくないというかね。うん っていこれまでねかたくなに心を閉ざしていた清水さんがまあ一瞬で、まあ、って変わっていくっていうね、うん、そうさやさんをまああそこに連れてこられたっていうこと自体がねすごく大きな報道ですよね。うん まあ、ちょっとこの二人、ちょっと幸せになってほしいですね。うん。<laughs> とかね <laughs>。そうだね。うん。ね秋炭先生、何とか頑張ってほしいですね。うん、どんなね、まあ、何が何でも、どんな手段を取っても、こう、ね、問題を乗り越えてくる秋炭先生ですから、うん、ね、ちょっとどんな手段で、 竹原さんをやり込めるのがちょっとま楽しみですね、えー。まだ残ってるでしょう。ねえ。まだ残ってるでしょう。いや、どんな手段なのか。<laughs> いや、ほんとちょっと楽しみですね。もうラストに向けて。えー、はい。はい。というわけで、アンチヒーローの第8話でございました。ありがとうございました。ございます。はい。この動画少しでもいいなと思った方は、チャンネル登録、グッドボタン、コメント、スーパーサンクス、ぜひぜひお待ちしております。どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。